は生地の光沢感を夜空にきらめく星々に見立て星座をイメージしたシーンになっています。17色のカラーバリエーションで 400m の布地を使用していて、布地のバランスと全体の配色が悩んだ点です。ゼロは瞬く光とうごめく影のごとく、虫をインスピレーション源にその気持ち悪さとその中に秘められた美しさを表現したシーンです。ただ気持ち悪かったりアバンギャルドになりすぎてしまわないようにバランスを取ることに苦戦しました。 6AM は休みの日の朝、ワクワクした気持ちで出かけていくようなシーンです。柄物の布地が多いので、色や柄のバランスを見ながら布地や小物の色を当て込むのが大変でした。アイデルはスーツの歴史をテーマとしたメンズシーンです。一体一体さまざまな年代で流行したスーツの形を元にデザインされ、シーンを通して歴史を感じられるようになっています。ビビアンは幸運を祈る少女をイメージしています。可愛らしいデザインと少女の民族感が伝わるようにしました。一番華やかで鮮やかなシーンになると思います。ダンスウェイソリティードは孤独を表現したシーンです。見てもらいたいポイントはシルエットです。一着一着ボリュームがすごく大きいので大変だったんじゃないかなと思います。リリーは真っ白なユリを人に例え、色を知り芯がある品格ある強い女性になるをコンセプトに、大きなドレープを生かしたドレスシーンです。ラインストーンを使い、大きなドレープがきらめくところが見せどころです。パネリパネリ、企画はファッションショーのプロデューサーとして5月から活動を開始し、すべてのクリエーションを統括しています。洋服だけではない、すべての演出にご注目ください。今年の舞台は例年より広さを大きくした舞台をみんなで作り上げました。ダイナミックな舞台上で行われるさまざまな動きを見てください。
によってよりよく見せるために照明案を考えています。から作曲をし、それを最高の舞台、最高の照明、最高の映像とともにステージを盛り上げていきます。音にも注目してください。映像は CG パートとメイキングパートの2つに分かれていて、 CG のパートはショーの映像を作ったりしています。メイキングのパートはショーができるまでの過程を撮影したり編集したりしています。ぜひどちらにも注目してみてください。